はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は7月30日火曜日。時刻の方は17時51分です。さあ、今回ね、えー、っと、視聴者様の Q&A のコーナーになります。えー、こちらのね、質問見てみましょう。はい。あきらさんです。えー、っと、このチャンネルの昔の動画でね、 え3シリーズだと 305ZT がおすすめと聞いたので先日 SIM 解除済みの中古 305ZT と900ギガの i ビデオを購入しましたで速度は田舎で大体15から 25Mbps 程度ですえ速度規制がかかっているのはこのシリーズだと 304ZT だけなんでしょうかということでね えっと、ご質問をいただきました。ありがとうございます。えっ、ー、とね、この質問がね、あのー、<laughs> 実は変な質問です。これね。で、このね、サマリオンマ 304ZT に関しては、えっ、ー、と、先日ね、えっ、ー、と、これ、7月の27日だから、えっ、ー、と、3日ぐらい前にね、この動画をアップしているので、あのこの動画をね、見てください。まだ、とほんの数数本、 10, 10本もないよね。ちょっと前のやつなんで、まあ、ちょっとこれを探してね、あの見てみてください。あのレンタル Wi-Fi の,の再生リストから見るとすぐ見つかると思うんでね、ほんの,の上から何番目にあると思います。新しいやつでね。それでねえー、っとこのまず この3シリーズっていうのが303、304、えー、305 30 30シリーズでねでこの、まあ、レンタルシムを使うのに s シムフリーの端末でないとだめだよってことでそれでこのシム解除済みの中古端末 305ZT をね、まあ、購入されたということででこの3シリーズだと 305ZT がおすすめっていうね えっと聞いたっていうけどこの,あの前の動画で説明してるようにね 303ZT は一般向け用 304ZT は法人用そして305はマイモバイルってことでねで 304ZT っていうのはもうあの法人用なんでもともと球数が少ないしあのプレミアがついちゃってね あのまあ、ろくな端末がもう残ってないというか値段が高いばっかりでねそれで、あのー、303っていうのはもうその一般用なんでやっぱりこれもあの古いんだけど、まあまあ、大体しょぼいのしか残ってないんだよね、あのー、303304っていうのがソフトバンクのやつなんで、まあ、大体303の中古というのがまあゴロゴロ,ゴロ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 回ってて。 で、あんまりいい玉資がないね。あのそれが現状でした。で、このサンマルゴのおすすめのしていた時は、このサンマルゴがあの二年とか三年でね、あのー、期間が切れて、で、まあ新品土用でね、綺麗な状態であの出品されたいとワンオーなものがね、結構玉数が多い。あのオークションとかメルカリとかで見ても。 まあほんのね、あの終戦で安いお値段でね手に入るからっていうことで、シムフリーで使うんだったら、このサンマルコ ZT を4、5、ク解除して使うのがいいよってことでね、で端末を買って自分で4、5、ク解除をするか、ね元気なおじいはそれがあのだできませんでした。 あの騙されたっていうかね端末自体がちょっと怪しい端末だったんだねそれでね SIM6、えー、解除済みっていうのを買うのが、まあ、一番硬いでしょうってことででこれはねなんで SIM6 解除済みかっていうとあ SIM、のー、フリーの SIM を使うからなんだよね303用の SIM と304専用の SIM で別々にあるよね、えー、この i ビデオから900ギガのっていうのは これは SIM フリーの SIM なんだよねだから SIM フリーの SIM だから SIM フリーの端末に入れないと認識できませんよということで、えー、この SIM 要はロック解除済みの中古の 305JT とシェットで購入して今使えてるってことだよねでそれはそれなんだよ、あのー、SIM フリーっていうのはロック解除っていうのは303でもない304でもないもう305でもないってことなんだよね要は あのソフトバンクの秘密付けがなくなってっていうことでね、まあ、要はその端末の機械の電波が対応していれば、あの入れた SIM は使えるよってことでねあの、そういうことです。で、えー、まあ速度はだいたい15から25目が出てるよってことで、まあ、実行委嘱ではね、これだけ出てればね、まあ、情報が役に立ったようでよかったです。 で、えー、この一番最後の一文なんだけど、これが、あのー、この前半の、前半のね、えー、っと、ここまでの文章とおここの文章は、全くつながりのないもので、全く別の内容になります、これはね。えー、っと、この食道制限がかかっているのは、あこのシリーズだと、304ZT だけなんでしょうかっていうことだよね。 あのー、これはまた根本的にね全然違うお話になりますこれはね晶さんが使ってるのは SIM フリー用の SIMSIM フリー用の SIM ですこれね SIM フリー用の SIM なので SIM フリーの SIM ですであの機械は関係ないよね303でも304でも305でもねどれで使っても同じ FS030 で使っても 601でも602でもねあのまあそれで使うとちょっと若干場所によっては速くなるところもあるけどねあの遅くなるところもありますよとでこの 304ZT っていうのは法人用のやつは 3G も使えるので 3G の電波が使えるところだと303と305よりは あのちょっと有利なところがある電波がつかまないところでも田舎の方に行くと304を使っていると 3G の電波で下がるけどあの他の303305だと 3G の電波がつかまないから使えないとかねそういう下がは出てきますこれはねほれでこの速度制限がかかっているのはこのシリーズだと 304ZT なんでしょうかってことなんだけどあのこの話がね あの昔の動画で30何シリーズが良かったとっいう動画とこの食道制限がかかっているシリーズは304というのはこれまた全然別の内容のお話でねこれはプリペイド支部の時にまにここにあのコメントもらってるんだけど食道制限がかかっているのはこのシリーズだと 304ZT だけなんでしょうかということはまあ厳密に言うとそういうことなんだよねのの法人用のね。 その電波が、あのーまあ、道路が細くなってるってことで、まあ、説明もらってねああそういうことなんだねっていうことなんだけどそれもあの場所によるし、あのー、全体的に304っていうかもうこの古い規格のやつは全体的にどん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 追いやれるんだけど特にこの保持用のやつがね あのー、真っ先に亡、まあ、くなっていくるというか別の方に移行してくださいねということでね、もうそういう対象になってますよっていうことらしいです、それで、あのー、この昭さんがこれ聞いてる、これはね、何のためにこれ、気になってるのかっていうと、まあ、自分はもう 305JT の中古の端末を買ってるわけだから、近、あ、い、のー、てるからいい話なんだよね。 でなんでこれが気になるのかなというとじゃあもし自分が 304ZT の中古端末を SIM フリーで、ね、落札していたらじゃあ遅かったのかどうなのかというねそこだと思うんだよで答えを言うとあの全く関係がないです今お手持ちの 305ZT と 304ZT で使った場合そんなに変わらないです今言っったよううにあの田舎だって言うからね 3G の電波が強いところだったらあの、そっちの方、強かったらそっちの方をつかむ。元気なおじいのところも 3G が強いので、3G の電波をよくつかむんだけど、そういうところだったら違いが出てくるけど、電波をつかむとあの、速度はまた全然別の話になります。それで、あのこの SIM フリーの SIM で使うということは、 これあの通常3オン z t の契約の SIM があってねでア i ビリオでも3オン z t 専用の SIM と SIM フリーの SIM と別々にあるんだよねまあもっと厳密に言うと 303ZT で使える SIM と 304ZT で使う SIM が分かれてます。 でそれとは別に SIM フリー用の SIM があります。だからこのンマリオン z t の SIM6 解除してないものはンマリオン z t の SIM を入れないと認識できないということでね。あのー、これがね、ンマリオン z t の SIM のお話になります。この速度制限がかかっているというのはね。まあ、制限というか、規制だよね。規制というかね、交通規制だよね。 このね 304ZT シリーズだけなんでしょうかってこの304の SIM のお話なんだよね本体のお話ではありません SIM のお話なのこれねなので 304ZT の SIM6 解除をして SIM フリーの SIM で使っている時はこの速度制御は全く関係ないです 304ZT で 304ZT の SIM を使った場合に その食道制限というかね、まあ食道規制ではね、それがあのかか,り、ま、か,か,かかってきてるんですよってことでね、昔と今は違うという。で、今残念ながらね、この ipd を見ても、えっ、ー、とね、もう扱ってないんだよね、確かね。あ、ここにあった。うん、これこれね。えっ、ー、と、これ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 。えっ、ー、と、サンマ 304ZT、ね。まだ扱ってたね。この、これ。この 304ZT の本体で 304ZT の指紋を使っているものこれがあの遅いということになりますそれで、えー、っとここにある 303ZT、ね、これはあの遅くなってないということになります なので、えー、っと今ここにあるんだけどこの 304ZT とこの 303ZT の値段の差がねこっちは3800円なんだよねで容量が無制限ってなってるでしょで、まあ、あの容量は無制限だけど速度の規制はかからないとは書いてないからね それで、この3オン z t も容量が無制限だけど、こっちは4300円。500円の差があるんだけど、この差は何なのかというと、こっちは 3G の電波に対応している。こっちは 3G の電波に対応していない。だから、LTE とかね、4G の電波をつかむところだったら、この差はないので、こっちを使ってた方がまあ有利ですよと。 で田舎の方でその 3G の電波に頼らなきゃならない人たちはこのサンマ 304ZT を使えばいいですよとで今もその 3G の回線自体がもう、あのー、どんどん廃ど止んどん、ね、になっているところが結構多いので、ね、あのこのサンマ 304ZT は 3G をつかめるんだけども法人用の端末は全部 3G をつかむことができます。 だけどあのだんだんこれがつ、ね、かめなくなってきたら 303ZT と全く同じものになっちゃうというねでもその使ってる回線がその法人用の 304ZT の電波とこの一般用の303の電波は違いますよということらしいどうもねだからこれ値段の差はあるんだけどどうしてこれがあの差があるのというとあのこれはプレミアム価格ですこれはね シャ 304ZT がね、あの本、ー、当、人気がある、ねえ。なんで人気があるのか知らないけど、あの需要と供給なんでね、たくさん注文があるものは値段が高くなる、そういうことなんだよね。たった、そんだけの違いです。で、えー、このね、えー、601、この6シリーズ、これはあのー、こっちの電波が、うん、とダウンロードが180 180何メガなんだよね。でこっちは500、612メガ bps っていうね、まあ約3倍ぐらいあの早い速度の規格です。理論値として612メガまで出ますよってことなんだけど、こっちの方が規格が新しいし、あの電波を束ねて使うねキャリアアグレーションっていうねそういうのにさらに対応して、まあ厳密に言うとこのサンマリオ 3.4G も あのキャリアアグレーションに対応してで180を実現したんだけどそれまでのものという古い規格のものはあのもっと遅いです、めちゃめちゃ遅いですで、これがあの180何メガというのは結構早かったんだけどさらに時代の進化でまたこういうものが出てきたと、この612メガがあのキャリアアグレーションでえ早い理論値を叩き出しても今、実際にその恩恵を受けられる地域というのはごく一部でしかなくてね。 あのだいたいここで使ってもこれを使ってもこれを使っても、まあ、そこではそんなに大きく変わらないほぼ一緒っていうことがありますで今度はファーウェイの802とかね、えー、そういうのが出てきてでそれは990いくつね、まあ、約あの1セラーっていうねまたさらにそのキャリアグレーションがねもっと束ねて使えるようになってこれよりもね理論的にもっと早くつめるっていうものがあの今年登場しております れはねなのでねあのこの理論値がどん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 こう変わってるんだけどまあ実際に自分のところの地域でねあの電波がどれぐらい近めるのかっていうことでその肝心なのは自分が使うところの要は電波塔がね早い早い規格の中継なのか電波塔なのかこれでもあの遅い電波塔なのかそれによって変わってきます。 もし速いものに対応している電波灯だったらあのこういう速いものを使えば速く、ね、速度が出るんだけども電波灯が遅いといくらどんなに、ね、この機材だけ速いものにしても速度は出ません元気なおじいのところはあの速く出ません変わらないです 304JT とーこの602 これは1だけどね、601、まあ、60も使ったことがあるけど、ここのあの変わらないです、これはね。逆に6シリーズの方があのアップロードが、ね、あまり出ないっていうね、まあ、そういうことです。ね、あのもうシャンマリオン ZT はねもうあの、この間返却しちゃったんだけど、もうシャンマリオンもダウンロードも遅くなってきたけど、アップロードがとにかくもうつけ物にならなくなってきてね、昔はあのアップロードがまだあの確実に使えたので、 あのライブ配信をね、あのー、専業でやってたのでアップロードがないとおじいはお仕事にならなかったんでおじいはサンマリオン z t を使っていましたで、あのー、配信仲間にもシャンマリオン z t がいいよっていうことでねあの他のものはアップロードがね、あのー、早くないので、まあ、シャンマリオンがいいよっていうこととあとライブ配信する人だったらいろんな田舎に行ってね あの例えばあのなんかこう冬だったらスキー場に行ったりとかペンションに行ったりとかね、えー、そういうこともあると思うんだけどこの 3G に対応しているものを持っていればあの電波がねあまりよろしくないところに行っても LTE がなくても 3G の電波をつかんで、えー、やり取りができるっていうね、まあ、そういった意味であの万が一の時のサンマリオン j t ということで。 まあ当時は差額がそのもうちょっと惜しかったんでね、どうせ借りるんだったらサンマリオンの方が心強いよっていうことでね、あそんなおすすめの機種でしたということです。で、このサンマリオン ZT があのーサンマリオン ZT とこのサンマルサン ZT はここにあるのはこのサンマリオン ZT のシムが入っている専用のね。で、これはサンマルサン ZT 専用のシムが入っている。 で、ここのね、えー、っとこの iBeal ビビのこのプランにもあるように、よいしょ、こうしすね、SIM のみプランというのがあって、ソフトバンク303の SIM があって、この303の SIM っていうのは、303じゃないと認識して使えないです、つまり30、303ZT の専用の回線を使うということになります。 これがミソね。それで、えー、この横にはね、えー、サンマリオン z t のシムがあります。で、これはサンマリオン z t に入れないと認識できないシムです。で、これはサンマリオン z t の,あの専用の回線を使うっていうね、まあそういうことなで、まあ、厳密に言うと、あのー、どういう表現したらいいかわかんないけど、でもまあそういうことらしいです。これがね。それで、 この速度がね今規制されてどん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 細くなって使い物にならなくなってきてるっていうのはこれのことね3オン z t のこのシムのこの電波がダウンロードもどん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 遅くなってきてアップロードもねどん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 遅くなって昔はものすごく早かったのに今はもう遅いっていうねそういうことになってますでこのここにね シムのみプランというのがあって、SIM フリー専用で、ね、これが300で、えー、っとこれが900であってで、これを借りたわけでしょうで。これは SIM フリー端末専用なんで、この SIM フリー専用の,あの電波です、これはだいろんなところであのレンタルで、ね、このあるけど、これはこれで SIM フリーじゃないと使えない。 逆に 304ZT とか 303ZT とか 601HW とかそうやってひ紐付けされてるやつね SIM フリーになってないものに挿してもこれを使うことはできません SIM フリーは SIM フリー専用の電波があって SIM フリーは SIM フリーの機種じゃないとあの相性がねダメですよってことで使えませんよってことなんだね でこのシムフリー端末専用の SIM を今ご利用中だよね3 0 5 j t でだからその3 0 5 j t はシムフリーになっている本体でその本体のスペックの中でこのシムフリーの専用のこの電波が使われてますよとでこれはもともとあのー、規制化からも規制がかからないもうこのシムフリーのこのシムっていうのは あのー、そこの電波塔とその自,分が自分がいるねその中継しているそのあの電波塔のそこに余裕があるかどうかと新しいかどうかと利用している端末が新しいかどうかで速度が変わってきますだこれを使ってると、あのー、今 305JT 使ってるって言ったけどこれがねファーウェイの、あのー、P20 ライトとか P30 ライトを使うと あの100メガ出るる可能性がある今15から20と言ってるんでしょも,もっと早く出る可能性があるこれがねこれがね SIM フリーの SIM のプランなんで、あのー、今,今は 305ZT 30を使っているからあのその速度なんだけどあの使うものによって速度がかかってくる FS030 を使うとあのもうちょっと速くなるかもしれないし遅くなるかもしれないし。 ね、使うものによって化けるのがこれが SIM フリー用のこの SIM の面白いところですだダメなダメな端末を使っちゃうと LT に対応していないとかねあの電波がねあのチャンネルがキャリアグレーション使えなくてとかねあの遅くなっちゃう場合もあるし、まあ、そこら辺はあの使う機種によってかなり大化けするよっていうねここれはあのこの,この これはね無限の力を秘めているシムフリーっていうのはで使うあの機種とおその電波をね中継しするね、えー、それによって変わってきますよとなのであの今回の質問のねこのサンマリオンが速度が遅くなっているっていうのはこのサンマリオン ZT のシムフリーになっていないサンマリオン ZT でしかこのサンマリオン ZT のこのシムのこの回線のお話なので。 あのサンマリオン ZT の本体は関係がないということになります。関係がないもともとこのサンマリオン ZT の専用のこの指紋を借りるっていう方はこのサンマリオン ZT の本体を、ね、あの持ってる方なんで,で,、あのー、で長く見据えて高い端末でも買ってでもね あの長く使えばペイできるかなしてねそうやって買った人が結構多いかもしくはあのプレミアムの値段が過ぎた高くなる前にね安くあの落札できた人とかねまあそういう人が使っているのが現状ですただ、もう今サンマリオン昔の情報を見てサンマリオン z t の中古を手に入れて使ったあのこれをね借りて使ったとしても全然おいしくないというかね あのフリり用のこの SIM の方を借りてでもうちょっとあの生成したねあのちゃんとしたスマホで手リり本で使うとかさね新しい802とか801とかそういうので使った方がもうが100メガンぐらい突破して出るんだよねその方が全然いいですよとただあのこれを使って満足している人はあの当時はまだあのそんなんね 1セラー近いそんな電波束ね,束ねるそんな技術でね、そんなものが出てくるなんて、その時にはそんな情報もなかったし、ファーウェイの,、ね、の P30 ライトがね、あのー、そんなこれ、シムフリーのやつと組み合わせたらそんな出るとか、これ、シムフリー用のこ,のこれが出てくるなんてことも、まだその時には全然夢にも思わなかった時期なんで、なのでね、あ,のあんまり先のことを考えてね、長い目で見れば、あのロングランで借りれば、 月額料金が節約できるといって長く使ったんだけども、あのー、その速度はどん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 絞られてきちゃってるよてでそれが、あのー、やっぱ全国沖縄から北海道までねせーのでダーンって一気に遅くなってる話ではないのでね、あのー、だん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 電波がね縮小していくのは徐々に徐々になるので。 まあどこにお住まいかによってね、またあのそれは変わってくるということで、詳しくはね、サンマリオン ZT がどうして遅くなったのかっていうね、あの動画を見てもらえば、なんとなくうっすら分かるんではないかなと思いますま。そんなわけでね、ああ話をちょっとまとめさせてもらうと、今回の指紋の絵にあったサンマリオン ZT だけが、あ、のー いいんですかっていうね、まあ、それに関しては全く別のお話ですよということでね、えー、全く関係がないってねそこら制限そこらの規制なんだけどねそこの規制がかかっているのはあこのシリーズだと304でしょうかって、ね、だか今回の場合はラ、あのー、さんの場合は SIM フリーの SIM を使うので SIM フリーとして使う分には303304305の 違いいはない厳密に言うとサンマリオンを使った場合はシリー g 回線が拾えるからちょっと有利かなっていうだけになりますそれでもっとねあの先ほども言ったようにこの昔のねこのもう昔の動画なんだよねこの昔は 昔はあの今の最新化粧とかねそういうものがなかったのでこの速度の速い遅いっていうのはそれはあの関係ないよね。それで、この昔の動画はこの3シリーズだとってね6シリーズだとまだ値段が高いし602はあの法人をシリー拾えるのはなかなか球数がないしっていうことだよね。なのでまあそんなに高い値段で頑張って601とか探して下降りに行っても。 かなりお値段が高いのでだったらあのこの 305ZT の方が比較的ピカピカで綺麗でバッテリーの劣化もなくて、ね、2年落ち3年落ちたものがすごく安くね3000円とか3500円とかねあの高くても5000円がかからない程度で手に入ることができたのでこの時その時の情報としては あのなんか安くていい端末じゃないですかという方が多かったから、まあ、305ZT がいいじゃないですかということで,で303 30と304がソフトバンクのやつだったからあの、まあ、どっちかの選択肢だったところにいやこれは同じソフトバンクの会社だけどもこれあの Y モバイルのやつだけど Y モバイルのやつもし無人車は使えるのかねっていう、まあ、そんな疑問が出てきてであのチャレンジした方が使えたよとか、ね、使ってるよって方がいたので。 あ使えるんだということでねシムフリーにしたい場合使えるんだってことでねそれであのまた一気にねあのこう人気がぶわーって上がってきたということになりますこれは、ね、だ同じあの3シリーズでも303304の中古はもうどんな端末か分からないけど305はね結構 Y モバイルはあのー、なんていうのかなこの 305ZT を使わないで中身を入れ替えて使ってる人も あのいたと思うし、ね、あのまあそれぞれだと思うん、ね、で、まあ、中身入れ替えていったらなんかおかしな話になっちゃうけどもあの比較的なんていうかなこの縛りが終わってとかでほとんど使わないでとかそういう人が結構多いんだよこのイモバイルの端末ってねやめちゃう人が多いのかな分かんないけどなのでねこれは結構あの新しい割には安く手に入る。 304なんかも,、あのー、もう最初のうちは、ね、1000円、2千円、3000円であったのにだんだんプレミアついて、ね、1万円とか2万円とかなっちゃって、ね、3万円とかねなんだそれみたいなね、まあ、それであのー、ボロ負け商売してるシ屋さんも結構まあいるってことで、ね、だったらこの305でいいんじゃないのって、まあ、そんなお話でね あの動画を作っていたような気もします。そういうわけでね、えー、このアキラさんの思うシャンマリオン ZT があのー、速度が遅いんですか、制限かかってるんですかっていうのは、シャンマリオン ZT のシャンマリオン ZT のね、シャンマリオン ZT の機種を使ってるくてシャンマリオン ZT の SIM のお話なので、なのであのー、他あまり心配する必要がない。 ということになります、ね。ご理解いただけるでしょうか。i ビデオからサンマリオン z t 専用の SIM を借りない限り、その,もんあの心配は全くしなくていいということになります。これね、えー、これ。このサンマリオン z t の専用の、ね、この SIM を借りた人、もしくはあこのサンマリオン z t のこの本体セットでね、 借りてる方この方たちが速度を心配する必要がありますっていうただ今あの速度がねもう遅くなったよ使えないよってねモナ w i フ f i に乗り換えだっていうねそういう報告している方も少なくありませんンマリオン z o t に見切りをつけてねで i ビデ a のサポートもねなんかあ,のあんまりよ,もうよくなくなってきたってことで,であの長期契約してたんだけど途中でやめてね損切りして それでもに来ている方も多いですでその一方で自分の地域はまだまだ大丈夫だよ近いてるよっていう方もおります、ねまあ、そんな中でねあらさんのところはね、まあ、今現在近いてるんでね今のとかね今ここに書いてあるようにらさんのところではだいたい下りがね15から25メガぐらいね まあ上りがどれぐらい出るのか、ちょっとおじい気になるけどね、だまあ15から25出るってことは、元気なおじいのところよりも電波は調子がいいってことだよね、おじいのところは悪いと10目が出ないしね、まあ、出ても12とか、よっぽど絶好調じゃないと、あの15を超えて出ることはあんまないんだよね、本当。なのでね、まあ、かなりいい地域ではないかなと思いますまね、まあ、逆にあの田,舎田舎で電波があるから、あの田舎だから人口が少ないから、 ライバルがいないから、あのこんだけね、えー、独り占めできてるっていうね、まあ、そういう状況なのかもしれません。これは,ね、はい、そんなわけでね、えー、今回のあきらさんのご質問ね、えー、サンマ 304ZT シリーズに関してのお話をさせていただきました。で、これに関してね、 またあの微妙なニュアンスとかねなんかこう違うとは思うんだけれどもねまたこの動画にプロフェッショナルな方の方、ねま、のフォローが入るかもしれないんでそ、ねまあ、所長の方もまた参考にしてみてください。はいそれだけで今回はここまでお疲れ様です。